タタ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 。はい、大晦日です。大晦日ですよ。ありがとうございます。なんだかんだで、2021年も無事大晦日を迎えることができました。皆様ありがとうございました。振り返ってみるとですね、今年は、まず年が明けてから BMX のレコーディングがありまして、そこから、プレスの準備などやりつつ、まあ、コンデビュータイでの活動をしつつ、増田さんのバンドなどでも叩かせていただきつつと、割と充実した1年を過ごしたのではないかと思ってます。どれぐらいライブやったんだろうね。ちょっと調べてみようかな。ちょっと調べてます。正代隆で検索して、正代隆のホームページは出てくるのであろうか。出てきたのか。スケジュールんちゃうな。スケジュールスケジュール、おありました。今年は4月から4月から、はい、今年の一発目のライブはですね、4月25日にコデビル隊変態視点のコリアンピークアクション、これ多分私がコテビル隊で初めて叩いたのかもしれませんが、その後ベインのマカナ、コテビル隊 BMX、 コテビル隊、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 コテビル隊 BMX、 BMX、 コテビル隊 BMX、 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 BMX という形で、1本、2本、3本、4本、5本、6本7本8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18、お18本もやってましたね。まあ割とやってたんじゃないでしょうか。 1.5 本ぐらいかなというところです。なんか久しぶりにコテビル隊で目黒鹿鳴館などやりまして、懐かしい目黒鹿鳴館ですが、椅子はなくなってフラットになってましたが、2階は変わらず残ってましたという、そんな目黒鹿鳴館。あとは代々木ラボも BMX で久しぶりに行きまして、まさかの行く途中に、左前輪が外れるというハプニングがありましたが、怪我なく他の車を巻き込むことなく無事に過ごした。まあいろいろこの年にして初めて経験したこともありましたね。ツアーバンドの方々、道中はくれぐれも気をつけて、気をつけましょう。まあそうですね。はい、というわけで、2021年ありがとうございました。来年ですが、来年もすでに予定は入ってまして、1月8日にコデビル隊コリアンピークアクション、なんかあれですね、毎年一発目はコデビル隊変態指定なんですね。はい、でその後、DSB がありまして、1月30日にコデビル隊のマカナ、あとは、2月入ってから BMX の大阪、越谷で、3月に、東京は大塚で、仙台でというところが今のところ決まっております。で、TSB の方ですが、トリフリングソウルブルートリフリングソウルバイブレーションボリューム18ですが、22年1月15日に仙台スペースゼロさんでやらせていただきます。これはですね、羽賀潤隆という、あのページの羽賀くんと、
のセッションというか、バンドですね、オリジナルも2曲ほど、やりますが、あと増田智弘バンド、まあおなじみとなってますが、増田智弘バンド、あとは仙台樹脂木、リキッドひばりくんとページの彦くんと、あと及川くんとなってます。あとはコデビル大変態視点、そして、安藤匠とミリオンレッドフィーバーという、メンツでやります。チケットはまだ、予約受付中ではございますが、遠方の方は、配信もやっておりますので、ぜひ、配信の方チケット購入いただいてご覧いただければと思います。では、皆様にとって良い1年、良い年を迎えられることを願いつつ、ご自愛いただければと思います。以上、吉谷隆でした。